サイキック。さあ、特に迷うことなくお互いキャラを選んで、いつも通りのジャンプにする。お互い満場一致で終点を選んだか。さあ、ラインのある時は針を貯めて、しっかりと掴みを通して、こうやって火力を通していく。火力を持っていって、まあ、どっかでバーストして、そこで差を開いていくっていうのがよくあるシーンです。さあ、最初はニャンコシー君が流れを掴んでいるが、このカードわからない。お互い掴みを通されると 40%。 非常に火力の高いカード。さあ、安定して復帰をしてくるが、それに対して崖舞台でしっかりリスクをつけていく。今日ヒット確認から上、火力が高いぞ。さあ、着地は針で勝っていく。少しでも 1% でも多くダメージを与える。おっと、後ろ判定を見せてしまうか。さあ、お互いちょっと針が嫌なパーセントになってきた。強気の DA を通していって、着地狩りは失敗。さあ、DA、お互い DA を通して上下で逃げる。どうする。もっと後ろ回避を読んで DA を打つか。NA で暴れていって、さあ着地はどうする。着地は普通に降りて、おっとナタのジャスガスが相手は後ろ側ラインを詰めていって、掴みたいか。お互い弱々には掴みで暴れていくが、通しに当たらない。ナタハリナタハリ。さあ、お互いこうやって回避を読んで今掴みを入れた。さあどうする。着地狩り、崖上がり。おっと回避を見て対応しようとしたが、通り過ぎてしまって、おっと反転を見せてしまうというか、なぜか反転をしている。さあ、針で浮くぞ。これは嫌か。おっとおもむろに商業するが、反撃はない。お互い回避回避。ちょっと気まずい空間が。さあどうする。厳しいか。これは回避出るかな。今の2択ぐらいですか今の。さあ、これ飼育がリードすると、あとやることはしっかり、まあ、やることあんまり変わんないですね。ただ、まあ、あんまり掴みの回数が増えるかも、少なくなるかもしれない。長魚を当てるが死なない、ギリギリ死なない。強気の長魚だったのにここで死んでほしかったか、ニャンコシ。さあ、着地狩り、ナタで強気の掴みで反転空白は当たらない距離。どうする。ジャンプ上がりもナタで狩る。さあ、ニュートのゾーン。どうする。駆け上がりは許さないと。甘いジャンプには DA で差し返す。崖上がりは掴みをするのが当たらない。崖に合うのジャック、まあこれあんまりリスクないですね。どうする。おっと危ないか。ちょっとパーセントが高すぎて当たらない。これパーセントによっては、パーセントとベクトル変更によっては確定する。さあどうする。おっと強気の勝負ジャンプをやり過ごして、反転掴みで火力を取っていく。またガードを確認できなかったか。さあどうする。復帰は安定。空白当たってしまう。その空白見かけによらず反転が非常に広い。さあ、長魚はもう当たらない。さあ、横記憶上、これは確定か。着地狩りどうする。様子を見て、様子見たのが失敗したから、さらに様子を見て回避を狩る。さあどうする。いいえ、その場回避から弱で暴れていって、崖にはリスクがない。さあ、ニエトのシーク、そろそろバースト圏内か。どうする。ニャンコシークもしっかり掴みから火力を取っていって 40%。 さあどうする。おっと強気の崩した。裏タクだ。タクを通していって、おっと暴れが厳しいか。そろそろこれは駆け上がりの針が厳しい。パーセントが溜まっていって、ナタもバースト圏内になってしまうのか。空中前でバーストするようになると、非常にこのカード一方的な展開が始まってしまう。横強でループまで来て、横強からの追撃はできないと判断して、ゆっくり針を貯める。スタートする。お互いぴょんぴょんとちょうどジャンプで展開を切っていく。スタートする。強引な回避を通していこうとするが通らない。さあ、掴み打撃でコピーを回復して、ニャンコシーク安全に復帰する。どうする。さあ、駆け上がりは、おっと掴みを透かしてしまって、横強もバースト圏内か。上 B で帰ってくる。弱々した強は当たらない。さあ、掴みから展開を作りたい。どうする。ラインを詰めていって、おっ
とこれはガード解除に横標を重ねられてそろそろ死んでしまうか。針で横強で死ぬパーセントまでお前を持ってってやると、おっと強気のジャンプ上がり、針長魚当たらずに横強で反撃しぼう取っていったな。ニエトの飼育、この二人どうなんでしょうかね。オフ会であんまり飼育未来をやってるイメージないんですけど、まあただステージはどこを選ぶ。ニャンコ飼育がこれは3ステージなので拒否ることはできない。エンジェランドの終点か、大好きなのかエンジェランドが。さあ同じような終点で始まる。お互い色も全て同じ。さあ強気のダッシュつかみはナタで開始、横強横強、お互いショートジャンプナタでリスクのない差し返しをこうしていくが、さあどこかでナタから掴みを確定させてパーセントを稼ぐというのが低パーセントの王道。ひなたでしっかり掴まれないようにして、おっと強気のダッシュ掴みを通していって、しかしラインがないので、ライン敵のラインがないから長魚で安定のパーセント高い。さあ下行通り過ぎて空城っていう珍しい空城なんだ。下投げ空城するな、回避が間に合う。お互い弱を反対方向に出して気まずい。この後ろ回避非常に速くて、お互いおっと回避をされたとしても狩ることはできない。シークの回避非常に速いです。まあこのゲーム別にシークに限らずみんな速いんですが、前回避はナタで勝っていってラインを削っていく。しかし弱が当たらずに3段目が出てしまう。掛け奪い、まさかの弱からの掛け奪い強気。おっと着地狩りを下強でしようとするのが、相手の様子見をしっかり判断して崩したで、おっと強気のダッシュつかみ、下強で相手のジャンプを待ってたのか。そうかね、崖より前に来てしまって空中が当たる。さあどうする、おっと前回避は空 NA で阻まれて、長魚が当たっていたら今のは厳しかったか。今の空 NA 本当たりによったから長魚が当たらない。さあ空城の着地はしっかりジャスカーで着地狩りが継続。おっとお互いバーストパーセント、ニエトの飼育着地が厳しいか。どうする、おっ気まずい瞬間、お互い 目の前。どうする、ナタをジャズカスが反撃は取れず、弱弱下魚も入らない。さあまたリセット、どうする。お互いこうして強気のタグをするが空城を匂わせてからのダッシュつかみ、空 NA カス当たり飛びすぎて何も入らない。どうする、おっと崖離しジャンプにはしっかりナタを合わせて死んでしまう。ダッシュつかみから弱、しかし反撃を取られてしまってパーセントが高いのでコンボはあまり入らない。どうする、安定して復強して崖奪いはしっかり回避上がりで取れない。横強で対抗を取って、しかし暴れの DA どうする、強気の復帰措置は当たらない空城を匂わせてショートジャンプ。おっとニャンコシークもこれパーセントが高すぎて何も入らないか、投げが吹っ飛びすぎる。ただ 49% このビハインドは OK か。横強はまだ死なない。長魚でしっかり相手のいない方向へ逃げて、このニエトンシークキリキリと動きますね。空城を匂わせて相手で、うん、おっと回避上がりに空城を当てていくバースト。どうするシークミラー、このカード全然このパーセントは分かりません。なぜかというと掴まれると一瞬で 40% 変わる。さあどうする、おお強気の長魚で相手の様子見のショートジャンプに、おっと下強で暴れていって、どうする、長魚はクエネで狩られる、しかし日向で反撃はない。さあ回避は狩られるが一見読みをしていくが何も当たらない。さあどうする、おっと着地外に横スマをするが多分暴発か、これは横行をしようとした。どうする、ニュートンシーク強気の掴みを通していって、さあニュートンシークのパーセントが非常に高い。これはそろそろバースト圏内かもしれない。おっとパーセントはほぼ5分。どうする、着地外強気の掴みを通そうとするがさすがに3回目は当たらない。さあ針で浮かしてラインを進めてきたところに DA で無理やり、おっと強気の下投げ
しかしパーセントが止まりすぎて読み合いにならない。なたなた、お互いダメージを食らっていた目明け。さあ崖つかまり、ラインが若干ないがどうする。おっとジャスがうまい。どうする。隠し狩りは見せてしまうか。空白、そろそろこれはニエトの飼育空白単発で死んでしまうんじゃないか。掴みを無理やりとしてどうする。横強が厳しい。復帰は安定している。どうする。おっと毎回清見で QNA を置いている。鈴木の掴みを通していって、これはまだ分からなくなってきた。どうする。状況が2点3点。お互い崖に捕まってどこかで読み分けた方が死ぬ。どうする。さあ様子見、リスクなら行動はしない。ぴょん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 。さあどうする。危ない。しっかりと毎回避に様子見、しっかり空気を当てて。さあ1-1、どこを選ぶ。ニートのシークル、スマムラ。目的としては何なんでしょうね。まあなんかお互い復帰阻止しやすくて、てかシークミラーなんで同じキャラなんて目的もなんもないと思うんですけど。さあ回避上がりは横強とかして。おっとこれは暴発だが、しっかり火力は美味しい。 30% 巻き上がりの宝空中を使っていく。両対応してますね。おージャンクが暴発3ダメ出てしまう。ジャンプ上がりを後ろで変わろうとしたが、相手はもっと強すぎる。さあ台から急行かなどで寄ってくるが、どうする。ジャンプシークを崖に追い詰められている。早くゴーブの状況に戻したい。厳しいか。先ほどから着地が厳しい。暴れを通そうとするが通さない。メゾンシーク、これはゾーンに入ってるか。どうする。様子見から脱出つかみを通そうとするが、若干反応が遅れたか。さあ針の当たらない間合いをしっかり把握している。針が当たらないことを分かった上で針ダメして、針で差し返していく。おっとこれはうまい。今まで見せなかったタク、ウェビーを当てていく。圧倒的なリードを守っています。さあニャンコシークなんとかここで QNA カス当てからジャグ確定。かけ奪い、しかしリターンを取れず。横強横強、このテーパーの相手に横強を当てる、非常に美味しい。後ろ回避を呼んで掴みを置くのは当たらない。 QNA カス当てからの展開が非常にうまいニャンコシーク。商業では死なないと判断してのDAか。おっとこれは読み合いにはなっていたか。空白であっという間にバーストしてしまう。さあこのカード分からなくなってきた。どうする。横強横強、ナタで非常に火力が高い。あー弱暴発するがリターンは取れず、今ので枯れなかったのは厳しいか。おっとまた横強も横スマが暴発してしまって、掴みを通していく。さあラインを削って、俺のターンはまだまだ続くぞ。下投げからの崖際は下投げの方がリターンが高い。空炎が当たる。さあどうする。おっとナタが DA に暴発するか。ショートジャンプを見てから DA で差し込みに行くが、ちょっと反応が遅れて間に合わない。どうする。毎回日はしっかりナタで勝っていく。ニャンコシーク大揚げの相手に空白を当たらない。シークが早すぎる。下投げから空へ。おっとこの場所で空白を当たると非常に厳しいか。さあどうする。そろそろバーストパーセントか。空白カス当たりなんとかなる。さあ浮き大上に行って、気まずい瞬間。横行どうする。おっと存外に広いこのステージ。おっと暴発。勝ってきたのはニュートンシーク。